マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。最近代謝が落ちてきて思うように痩せなくなってきたなんてことないですか？そこでこの動画では食べるとますます代謝が落ちてしまう食べ物がわかるんです。あなたがこれ以上代謝を落とさずにダイエットで成功させたいとお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。危険代謝を落とす食べ物4選お話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜその食べ物で代謝が落ちてしまうんでしょうか、その理由と、2つ目、ダイエットに向かない代謝が落ちる食材4選お話していきます。では1つ目の項目です。なぜその食べ物を食べてしまうと代謝がどんどん落ちるのかという理由があります。3つです。1つ目、それを食べるとあなたの腸内環境が乱れてしまうからなんですね。簡単にお伝えすると、デブ菌と呼ばれる悪玉菌たちが増えてしまうからこそどんどんデブ体質になってしまいますよってことなんですよ。これは本当に危険です。いくら頑張ったとしてもこのデブ菌たちが元気なうちは痩せませんし、一旦痩せたようでも必ずリバウンドが待っているんですね。で、逆に言うと痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがね、もう本当にたくさん種類がいてくれて元気でいつまでもあなたの腸内でね、わーもうここ気持ちいいなって暮らしてくれれば、もう必ず痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。では代謝が落ちる理由2つ目は血糖値が急上昇するからなんですね。後ほどお伝えするこの食材召し上がりますと、もう太るもと血糖値の急上昇がもうバーンって起こるんですよね。そうすると脂肪がもうどん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 溜まっていくわけです。ですから、いかにこういったものを取らないかっていうのもとっても大事になってくるんですね。では3つ目です。消化活動がピタンと止まります。これも良くない。とにかくですね、消化するときにやっぱり代謝って上がるんですよね。一生懸命食べたものを消化しようって、そこでエネルギーが必要だからこそ代謝が上がるわけです。なのに後ほどお伝えする食材っていうのは、もうそれがそもそもいやいやもうねしなくていいよねとか、いやもうしすぎて疲れたと休ませてくださいってね、内臓がもうね仕事放棄しちゃうんですよね。そのような状態になったらもうほんと危険、まずいです。もうどんどん太る体質へとまっしぐらということになりますから、ぜひここはストップしていきましょう。では2つ目の項目です。ここからはダイエットに向かないますます代謝が落ちてしまう食材4選ということでお話ししますね。まず1つ目はこちら、精製された炭水化物です。例えば白米、白パン、白パスタ、うどん、ラーメンなどなど、真っ白い小麦製品だったり、米ですよね。まずはこの精製されたという、もう段階で必要な栄養素とか食物繊維がもうほとんどね削ぎ落とされてないわけです。で、こういったものはそもそも栄養不足になりますから、痩せホルモンを作る材料にならないわけですよね。もうここも問題であること。そしてなんといってもそういったね、もう精製して体に入ったものっていうのは、その消化する必要がねあんまりないんですよ。もう簡単にあっという間に消化されてしまうので、消化代謝で、その代謝をね、エネルギーをわざわざ使ってこれをちゃんと消化しなくちゃってね、体がならない、必要がないわけですよね。要するに仕事量が少ないわけです。そうするともう簡単にどん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 食べてはね、太りますし、そもそもこういったものは全部血糖値が急上昇するイコール脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用が低いわけですから、もうどんどん太ってしまうと悪循環で、しかも血糖値が急上昇して急降下するから、もうさっき食べたばっかりなのに、ああもうなんかお腹空いたってなるわけですよね。そういったもう悪循環のオンパレードなのがこういった精製後の炭水化物です。ここはもうダイエットしたいのであればお休みする必要がありますよってことですね。では2つ目の食材は揚げ物になります。例えば唐揚げ、とんかつ、天ぷら、フライドポテトにドーナツということで、もうパッとね揚げ物ってもういっぱいありますよね。で、こちらはですね、その逆に先ほどの消化があんまりね代謝が必要ない精製した炭水化物と逆で、もうめちゃくちゃ消化に時間がかかるんです。で、そうするともう消化機能がパンク状態、
もうね疲れたってなるわけですよね。いやもうこれ以上消化できないから休もうってね、休まれちゃうわけですよ。でその休んでる時に溜まったその脂肪をね、次のエネルギーとして蓄えなくっちゃって体がなるから、もうどん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 脂肪を溜め込んでしまって結果太るという、まあ、先ほどの逆バージョンですよね。どちらにしても太ります。なのでこういった代謝をするのに非常に労力をかけるような、負担をかけてしまうような揚げ物っていうのはもう極力召し上がらないようにっていうことですよね。でどうしてもの時もよく噛んであげましょう。噛んであげると体内に入った時にその消化するねエネルギーが少しで済むようになりますから、もう極力ですね揚げ物を食べるっていう時はもう100回ぐらいは噛んで召し上がっていただきたいなと思うのと、古い油を使ってはいけません。例えばもう酸化した古いね油を使った揚げ物っていうのもますます消化にエネルギー取られてしまいますから、気をつけてあげてくださいね。では3つ目の食材は加工食品になります。もうこれはですね非常に良くない、あのまあ太る原因にもなりますし病気の原因にもなりますね。要するに食品添加物とか人工甘味料とか化学調味料、そういったのもたっぷりたっぷりもうね塊かのように入っているものになります。例えばソーセージとかハム、ベーコンももちろん無添加のものであればいいと思うんですけれど もうほとんどスーパーに売っているようなものは添加物たっぷり加工した食品ということになります。でまた冷凍食品やインスタント食品、スナック菓子などにもいっぱいいっぱい入ってます。でこういったのは先ほどの揚げ物と同じ効果ですよね。もう消化がめちゃくちゃ大変なんですよね。腸とか、まあ、肝臓とか胃がこういったものを召し上がってしまうと、もう消化とかその分解するのにめちゃくちゃ大変なんですよ。私たちで言うともう何倍も仕事がね、いきなりやってきた、もうこれ以上処理できませんというふうになります。そうするともうどんどんもう代謝が落ちる、もうその機能が落ちてしまうわけですから非常に良くないっていうのと、健康も害してしまいますから、ぜひここはね極力取らないようにしていただきたいと思います。では4つ目の食材は白砂糖になります。もうこれは本当にね気をつけていただきたいなって思いますね。もうあの先ほどの精製したね炭水化物と同様の働きがあります。もう簡単に吸収しちゃうんですよね。もう消化する必要も全吸収、そうするともう全部それが脂肪に変わるわけですね。ですから白砂糖は本当に気をつけた方がいいっていうのと、健康も害してしまいます。まずは血糖値がいきなり急上昇するのがこの白砂糖なんですよね。もう一気に脂肪に変わりやすいということと、あと腸内細菌を乱します。腸内のそのカビをね増やしてしまうんで、もうものすごく腸に負担かけちゃうんですよね。結果デブ体質になる、まあ、要するに悪玉菌の大好物が白砂糖なわけです。そして肝臓や胃に負担をかける。で白砂糖が入ったら動きがピタッとね、消化の動き止まっちゃいます、胃の動きもピタッと止まると言われています。なのでどれだけ悪いかって分かりますよね。そして血中で中性脂肪にあっという間に変わりますし、ビタミン、ミネラル、カルシウムをさーっと奪っていくのが白砂糖。そして酵素の働きが低下するし、活性酸素もどんどん作ってしまう、まあ、老化現象にまっしぐらですよね。そして免疫力もガクンと落ちてしまいますから、ウイルスに負けない体を作りたければ白砂糖はやめた方がいいです。そしてもう一つ最後に注意していただきたいものがあります。白砂糖がダメなら、じゃあカロリーオフのものだったらいいのっていうのも間違いです。そういった人工甘味料っていうのはなんとその白砂糖のね数百倍の甘さなんですよ。なのにカロリーゼロオフということはおかしいんです。自然界のものではないということで味覚障害に陥ってしまいます。あなたはカロリーがないんだなと思って、でも甘いもの食べたいと思ってダイエットの方は間違ってこういったのを取ってしまう。お菓子とかドリンクがそうですよね。でもそうなるとあなたはますます依存してしまうんですよ。もう甘いものがやめられない、止まらないってもう大変なことになりますから、ぜひこういった人工甘味料が入った、要するに分かりやすく言うと甘いのにカロリーがない、こういったのは取らないように気をつけていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、代謝がますます落ちてしまう食べ物を取るのをお休みしましょう、やめましょうでしたね。4つお伝えしました。
できるところから一つずつ気をつけていただきたいなと思います。この動画のお話は以上になります。この内容についてコメント、ご質問、ご感想などよろしかったらどんどんコメント欄にいただけますと嬉しいです。またいいねボタンやチャンネル登録いただけますととても励みになります。お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。